当時18歳の山口百恵さんが歌ったセクシーで刺激的な歌を柴田優奈が歌います。シャワーの後の髪の雫を乾いたタオルで拭き取りながら、彼が窓辺で話しかけるわ。流れる雲さえ季節の色だと、私は明るいめまいを感じ、マニキュアの指かざしてみるの。その日を はい、ありがとうございました。どうでしたか、歌ってみて。どうでした。そんなん聞くことじゃなかったじゃん。色気が増して、色気が増しちゃって歌もダンスもセクシーさが溢れてたというか、はい、とても素敵でした、ね、柴田優奈さんの、あの歌に引き込まれちゃって、勝手に今年の男の気分になってて、比べられてる去年の男とと思って、先生でもそうなるでしょ。なりますね。俺たちおじさんはもっとそうなったから。